ということで今日ご説明するのはまず床の施工編ということで、1階の床ですね、これ、手順を言いますと、前回もちょっとお話ししましたけど、床は一番上に床板があって、それを支える根だという細い材料があって、その下にその根田を支える大引き、その下に、塚って言って、地面からその大引きを支える、部材を入れていくんですけれども、施工するのは当然下から順番にやっていきます。一番下に入るのが、ここではこの構成塚っていう、塚を使った、スチール製の 塚を使ったやり方を説明していきますが、で今回 こちらでは構成塚じゃなくて、こちら見ていただくとですね、これは樹脂製のプラスチック製の塚を使ってこちら側は施工しています。であと、残り、半分また床を継ぎ足していくんですけども、そちらの方はまたちょっと違った工法でやります。でこの構成塚を使ったやり方は、前回のジンバをやった時にジンバの1階の床をこういったやり方でやっています。それでまず最初にこの塚をその地面に立てていくんですけれども、どの位置に立てるかということで、一番最初墨出しと言いまして、その位置を現場で出していく、どこに塚を立てるかっていうのをやっていきます。それをここに書いてありますように、三尺ピッチ910ミリですね。この尺寸については前回のセミナーでお話しさせていただいたので、ちょっと分かんないなって方は前回のセミナーの動画がありますので、そちらを見ていただくといいかなと思います。で、三尺ピッチに、こう線を書いていきます。それを縦横に書くことで、縦横910ミリピッチの位置出しをしていきます。で、墨出しとはって書いてありますけど、墨出しっていうのはその位置を出すときにですね、墨壺っていうのを建設をやる人たちは使うんですね。昔はこういう、こう車がついていて、ここに綿が入っていて、そこに墨を、染み込ませて、そこに糸を通して、で糸に墨を、染み込ませたものをピンと張ってですね、それを弾くことで直線を引くというようなやり方をしてましたけど、最近はホームセンターでこんな感じの、墨壺を売っています。でこれは、仕組みとしては昔から使っている墨壺とほとんど同じです。ここにこう糸が入ってるんですね。糸が入っていて、ここを開けるとですね、中にスポンジが入っていて、そこのスポンジに墨を入れておきます。でこの墨のところをこの糸を通すことで、この糸に墨が、くっついてくると。でそれを使って、線を引いていきます。でこれは昨日もちょっと現場の方でやらさせていただいたんですけれども、一回ご自分で使ってみるとそんなに難しい仕組みではないので、やってみると、面白いですね。ちょっとこう大工さんの道具っていうのがすごく工夫されているっていうのが分かると思います。今日もね、多分使うところはあると思うので、もしもやってみたい人いれば声かけてくだされば一緒にちょっとやってみましょう。でそれで墨出しをして、三尺ピッチに、印をつけたところに、ボンドでですね、この構成の塚を立てていきます。で構成の塚もそちらのプラスチックの塚もそうですけども、高さをその微妙に調整していかなければいけないので、ここのところにですね、上下にネジが切ってあって、ぐるぐる回すと上がったり下がったりするようになっています。はい。で、この構成塚の上に今度は大引きですね。これも昨日ご説明したと思いますけど、90ミリもしくは105ミリ角ぐらいの、そこにある、のが、それは90ミリ角ですね。90ミリ角の大引きになります。で、それを、この構成塚の上に乗っけていくわけですけれども、基本的には、こう L 字型に金具がついているので、それが互い違いになるようにだいたい乗せていくようになります。でそれに、これを、ビスで留めていくわけですね、金物に。で固定していきます。はい。で乗せたところで水平を取って、できるだけ、平らに床を作っていくと。 でここちょっと出てますけれども、今レーザーで水平と垂直を出す機械がありましてですね、これ1個あると非常に便利です。
あ、ここでありますね。これはですね、電源を回してもらってよ、水平に置いてないと出てこない、うん、あ、出てこないの。これとりあえず置くとですね、もう今ちょっと見えますかね、そこにほぼ水平に置くとですね、これもう地球の重力でですね、水平の線が出てきます。で、これ垂直の線、はい、水平垂直両方出てきます。で、これまあいろんな扱い方ができるんですけども、例えばこの壁の端っことかですね、やって実際に柱が水平垂直に立ってるかどうか、ちょっとそっちの柱行ってみましょうか。そこの柱のところでやってみると、これがまあ垂直の線になるので、上と下で、まっすぐになってるかどうかっていうのを、これを使って調べることもできます。で、例えばさあ、じゃあそっちのまばしらとかですね、まばしらを立てるときもこれを使ってあげればすぐに垂直に、立てることができる。これ下の方に目印をつけておいて、これを使うことでまっすぐに立てていくことができるので、まあ、こういった最近のその建設用の機器を使うことでかなり省力化、まあ今人手不足なんで、どうやってその現場省力化してやるかっていう中では、このレーザー水準計は非常に使い勝手がいい。今まで何人かでやらなきゃいけなかった部分もかなり圧縮してできるっていうようなことで、これは一つあるとすごく便利です。はい、で、じゃあ大引きまで引いたところで、次にその上に、今度は根太ですね。根太は昨日もちょっとお話ししましたけれども、だいたい今は30センチピッチ、だいたい1尺ピッチぐらいに45ミリ角ぐらいの材料を流していっています。この辺の材料の大きさについてはですね、ほぼ標準化されていまして、まあ根太って言えばだいたいこういった材料が出てきます。で、これをやっぱり、45センチ間隔で並べていって、その上に板引けるんですけど、その前に1階の床の場合は断熱材をそこの間に入れたりします。はい、ここの間にですね、断熱材を入れていきます。まあ、断熱材もいろいろ種類があるんですけども、板状のものだったり、グラスウールっていうガラス繊維の綿だったり、そういったものを使います。で、それはまあケースバイケースで選んで、この間に隙間がないように詰めていきます。隙間があるとかなりその部分で断熱が切れてしまってですね、そこで結露したりですね、そういったことが起きるので、できるだけ隙間がないように詰めるっていうのが大事なところです。はい、で、断熱材を詰めた上に今度は床板を設置していきます。で、床板は、今日は、2階のやつは9ミリのやつを使っています。で、こっちの方はですね、ちょっと厚い15ミリですね、15ミリで、なおかつサネ付きって言いまして、こう隣のベニヤと噛み合わせて、歪みが、そこでズレが出ないような板を使ったりしています。で、今回は9ミリと15ミリを使います。で、ビスは、今そこにあるドライバーで、ちょっとね、今回はね、ドライバーの数もだいぶ増やしたので、みんなで一気にビス同意するので、かなり作業早くなってます。はい、こういった小さいものからちょっと大きいものもありますけれども、インパクトドライバーの使い方もだいぶ皆さん慣れてきたと思いますけれども、ビスを締めるとき、それから外すときも反対回りにできるので、それを使ってビスを、打ったり抜いたりすることができます。で、昔はみんな釘でやってましたけれども、DIY でやるときはビスでやる方が、抜けたりする強度も上がるので、本数をそれほどシビアに、考えなくてもそれなりに止まってくれるんでね、DIY でやるときにはほとんど僕らもビスで、止めるようにしています。だから石膏ボードを止めたり床板を止めたりするときもほとんど今ビスをインパクトドライバーで、止めるというふうなことでやっています。はい、じゃあ次行きましょうか。これで壁行っちゃうんで、床のところで何か質問があればお聞きしますけれども、今までやっててよく分かんないっていう、まあ床もね、結構段取り的に何段階もあるので結構慣れないと難しいかもしれないですけども、
そうね、今2階の方はですね、すでにある床の上に、根太だけ流して、その上に床板を張るっていうやり方してます。で、一つそうだな、コツってわけじゃないですけど、注意しなきゃいけないのは、ビスを打つ時っていうのは、何かと何かをくっつけるわけですね。で、その下のものがしっかりしてないとビスを打っても効かないんですね。だからできるだけ下地がきちんとあるところに打つことが大事です。だ、例えば2階の、床板の上に根太を、床板の上に並べてますけども、板よりもその下にある根太の場所が分かれば、そこに打った方がきちんと止まると思います。ベニヤもそれなりの厚さがあれば、ベニヤに直接ビスを打つだけでもそれなりに止まることは止まるんですけれども、きちんと下地のあるところを狙って打つっていうのは結構大事なところですね。もちろんそんなに強度が必要なければ別にですね、よくあるのは、この石膏ボードにビスを打っちゃう、下地に石膏ボードしかないところにビスを打ってもほとんど効きません。もうすぐ抜けちゃいます。だから石膏ボード、こういったボードのところにビスを打つときには、その下にある、下地の木があるかどうか、それを確認して、そこに打つ、もしくはこれをベニヤにも張り替えてしまう、合板に張り替えてしまえばビスはある程度効くので、石膏ボードはもう全くビスは効かないと思っていてもらっていいと思います。床はまあそんなところでいいですかね。じゃあ壁の方、はい、床、畳とかだとこう一緒の防犯と一緒の大きさだと思うんですけど、大体こうなんかこういろいろごちゃごちゃ組み合わせるようにというか、なんか配置するじゃないですか。はい、防犯は別にそれ気にしないでもピーって横に並べて。そうですね、合板は、フロア材みたいなものは12センチとか15センチの幅で、幅が決まっている板を打っていきますけれども、それは本当に、ごついビスじゃなくて短い、本当は大工さんとかはもうちょっと小さい、釘みたいなやつをコンプレッサーって言って圧縮し空気で打つ釘を打つやつでやったりしますけれども、こう噛み合わせ その出っ張りのところを斜めに打っていったりします。ただそれぞれはその構造的にどうこうってことじゃなくて、止まってることがやっぱり重要なので、ベニヤに下地に必ず合板をやって、その合板のところに止めていくか、合板をやらない場合はもちろん根太のところを狙って打っていくようになります。だから下地に合板が引いてあれば、フロア材を引くときにはそんなに神経質にならなくても、下地の合板に止まるように止めていけば大丈夫です。それと床なりってね、昔から結構あって、そういった合板じゃない、フロア材で床を引くときには、上に乗っかると、ギーギー言うわけですね、きしみがある。で、最近のうちって多分あんまりそれ言わなくなってると思うんですね。それ何が違うかっていうと、接着剤を使っているからです。ほとんどの場合、最近大工さんは床板を並べて敷くときに裏に接着剤を塗ってしまいます。それはその床なりがしてクレームが出るっていうことをすごく最近は嫌っているので、今大工さんは木工用ボンドめちゃめちゃ使います。接着剤でくっつけてしまって、こうずれる時の音が出ないようにみんなしてるんですね。だから昔の建物と比べると、そういう意味では壊す時が大変です。昔はね、その本当に外してまたすぐ使うってことができたんだけど、最近のやつはみんなほとんど接着剤でくっつけてます。それはね、今本当にそのハウスメーカーさんとかは、その出来上がった後のお客さんのクレームをすごく心配しているんですね。で、その手直しするのにすごく手間がかかるんで、今最初に話したみたいに、人がだんだんその少なくなっている中で、できるだけ手間をかけないでやる。で、後からそのまたその音が出るからまた直してくださいっていうようなことをすごく心配しているんですね。で、そのためにもうあちこち、みんな接着剤で、必ずこうボンド塗って施工するようにだんだんなってきているんで、昔の建物を壊すよりも最近建物を壊す方が多分大変だと思います。ご飯のズレをこうしながら貼っていかなくていいかってことですね。何ズレ？こう互い違いにこう畳とかだとこう普通にこう並べるよりもこう組み合わせるじゃないですか。このなんていうかサブロック板を6畳とか要するに、馬に。馬、そう。うんうんうん。じゃなくて、互い違いにこうやらないといいかっていう。
サメがあるから、それもいいの。あ、サメがあってもいい。あの、ただ、その、要するに角が十分にあると、ズレが出やすいので、難しいんですよ。だから、慎重にやらなくちゃいけないので、これ、互い違いにした方が、ちょっとした誤差がごまかせるので、楽に。うん。じゃあ、互い違いにした方がもっと教わってるし。あの、でも、互い違いにする場合は、先に、どっかを切っとかなくちゃいけないんで、それを予想しながらやらなくちゃいけないんで、そういう意味で面倒くさいというのはごちそうです。そうですね。フロア材貼るときにこう十文字に重なるっていうのはほぼやんないですよね、多分。うん、はい、いいですかね。さっきの答えは 出ました。床材の話はね、長いもんだったら継ぎ目なく敷いちゃうのがまあ一番いいです。で、例えば4メートル、3メートルのもので4メートルぐらいのある部屋に引こうとするとどうしてもどっか途中でつながなきゃいけないわけですね。それを同じところでつなぐっていうのはあんまないですね。だからそれは代わりばんこに反対側にしたりして、同じところに継ぎ目がこう、まあ何て言うんだろう、4つの板が1箇所に集まるっていうことはできるだけしないようにして、あのやると思います。ここもほらずらしてるんですけどね、これも本当に まともに貼っていくと絶対どっかにずれてくるんで、そうですね、すごい汚いからね。そうですね、どこだから、これも全部揃えてやろうとすると結構やっぱ精度が、これちょっとでもずれるとこう十文字になってるとすぐに分かるので、あのすごく精度がいるようになるので、どっちかっていうと見た目の問題が大きいかな、仕上げの場合はと思います。リノベだったらもう揃えてやっちゃった方が、そうそう、あの作業のスタートが簡単なんで、はい、はい、いいですか、質問。どうぞ。まあ、1階の場合とか、この下地のコンクリートからの立ち上げは分かったんですけど、例えば2階とかで畳を剥がしただけの床にやるときにも、ネザーを流した方がいいのか、例えばその厚み的にも、畳を剥がしただけだったら、そこら辺も敷けないっていう厚みになるじゃないですか、その厚み関係はどうしたらいいでしょうか。そうですね、そのまま床板に貼ってもいいです。ただ、その畳の下地とかはそれほど精度が高くないので、凹凸が出やすいってことは一つあります。で、それと畳も大体あの通常のものだと55ミリ60ミリぐらいの厚みがあるので、あの床の仕上げ材でもともと畳の仕上げと同じ高さにしようと思うと普通の板だけではやっぱり足りないので、その間にその高さを調整するために根太を入れて、あの元々の畳と同じ仕上げの高さになるようにしてあげる。上はまさにそういう感じです。上は、下に根太を入れて、その上に床板を引くと大体、元の畳の表面の高さぐらいになるっていうことです。はい、その現場が見られるんですね。そうですね、だから直接あの床板引いてもそれはそれでも大丈夫です。まあリノベの場合はそんなに、まあ端っこがちょっとこう、高さが変わっちゃうと、元の、床の高さが違うと建具の位置だとかね、あのずれてきちゃうので、あの元の高さに合わせるのが、まあ、あの標準だとは思いますけど、別に変わってあの問題でないんであれば少しその下がったとしてもそれはそれでも OK だと思います。それはもう入り口のところになんか滑らかな、そうですね、そうですね、まあ、あのやってもいいし、やんないでも、まあ、敷居の分だけ少し上がってるっていうのは普通でもあるので、まあ、それほど気にしなくてもいいかな。はい、ちなみに床下地自体が傾いてたりとかした場合はどうするんですか。そうですね、ですね、根太を敷くときに根太の下にその薄い板をかましていって、それで、調整したりはします。ただそうすると結構、根太が浮いてる部分も出てくるので、まあ、乗った時に多少こう下がったりするので、その辺結構調整するのは難しいです。だから DIY でリノベするときは床の傾きは既存の床の上に作るときは、まあ、気にしない方がいいかな。傾いてるままでやっちゃった方が楽だと思います。それ調整するのは結構大変だと思います。はい、大工さんにお願いすればすごい水平にこだわっている大工さんもいるので、こんにちは、高橋さん、おはようございます。いやいや、え、お、嬉しい、すいません。
ありがとうございます。また差し入れが。はい。そうね、だから DIY の場合は僕らもそれほどその精度には大樹さんがやるほどには気にはしないようにしてます。まあ、気にし出すと気にないですね。はい、建物自体に傾いてて床だけ平らに張った方がいいのかっていうのもなかなかね、うん、もありますし、はい。あ、ちょっと私もいいですか。はい。昨日なんか大体なんかこうなんだろう、物には大体長さっていうか決まってて、はいはい、木もそういう風になってるって言ってるやつも言ってますけど、はい、その畳の厚さとこの木の厚さって大体同じの感じなんですか。いや、そんなことないです。畳は大体55か60っていうで、最近は使ってる畳はもっとずっと薄い畳を使うことが多くなりました。じゃあやっぱり現場で測ってそれに合わせて木を。そうですね、はい、今バリアフリーって言って和室もそのフロアを張ってある床も平らにしようっていう風な感じになってるんで、昔は畳の部屋だけ上がってたり、敷居があって敷居の分だけ上がってたりっていうことはあったんですけど、今そういった段差をだんだん嫌うようになっているので、建物を平らに作るっていうことから薄い畳3センチだとか、まあ場合によっては15ミリぐらいの薄い畳を最近の住宅では使っているところも多いです。畳の厚さについてはだからその他のやつとその基準で合わせてるっていうのは多分あんまりないかもしれないですね。はい、はい、じゃあ次に壁行きましょうかね。今日は、2階は一部屋今床の根玉でやったところになっていて、そこを今日は板は引いちゃおうと思ってます。でちょっとで2階の部分は今日は壁をやろうと思ってるので、まあ、こういう壁の下地を作るのをちょっとやってみようと思っています。でその説明をしますけれども、壁はですね、まあ、それ見てもらうとまさにこれと同じだと思うんですけど、上と下に水平に、壁の下地材ですね。これ今これはいつのいくつだろう。通売材ね。1インチの3インチってことですかね。2.5 インチか。はい。これをまず上と下同じ位置に流して、その間にこう間柱っていうんですけれども。これを立てていきます。で、間柱の立てる間隔もうちょっとありますけども、昨日ご説明したように、ボードをポンと張った時にボードの端とボードの幅と、これの2つ分ですね、間柱、2間隔分がちょうど同じになるようになってます。はい、なのでそこにボードをやると、両側をその間柱に端っこを止められるような感覚で立ててあります。で、そんで壁の端部に行くとどうしてもぴったりにはならないので、例えばコーナーがあるときに外側の方が内側よりも長くなっちゃうわけですね。なので、一番端部で長さは調整するようになります。ほとんどの場合両側を調整するようになると思います。で、上下この間に間柱を立てています。これちょっとね、立てるのはちょっとコツがいります。これ見てもらうとですね、ここ斜めにこう打たなきゃいけないですね。これを止めるのに、ビスをこう斜めに打たなきゃいけないので、これなかなか難しいです。慣れればその直接斜めにインパクトで打つことはできるかもしれないですけれども、結構難しいので、最初に下穴を、細いドリルで開けてそれで斜めに入れてあげると、比較的、楽にできると思います。っていうふうに、まあ、これが一尺五寸ピッチで間柱を立てていきます。はい。で、開口あるところは、開口の高さに水平に、こういった材料を入れて、やっぱりビスで留めていくようになります。はい。これは、板材はどんなに小さくても4点留めるということで、まあ、揺れたり、じゃあきちんと固定するためには少なくとも小さい部材でも4箇所は止めるようにしてください。で、まあ、ボードの切り方とかも結構
その場その場でね、工夫してやっていかなきゃいけないところが出てくると思います。本当はボードをね、きちん魔物って言って切ったりしないでそのままバンバン貼っていければいいんですけれども、どうしてもさっきの話、一番端っこに行ったり開口があったりするとその部分を切らなきゃいけないので、まあ、それはちょっと現場で工夫しながら、できるだけ材料の無駄がないように切って使うようにしてください。で、石膏ボードは、切るのは比較的簡単です。で、ここにちょっと書いてありますけど、カッターで切ります。で、寸法を、まあ、この間柱の、まあ、例えばこういう形を、測ってですね、それを実際にボードに移していって、そこをカッターで切ります。まっすぐ切るにはカッターの刃で、まあ、途中まで、切れ目を入れてそれをバンと叩くとですね、そこからパカッと割れます。で、そこの残っている紙、まあ、両面に石膏の両面に紙が貼ってあるんですけど、その紙を切ってあげれば、まあ、折るっていう感じですけれどもね、切ることができます。で、最後端部ヤスリで少し、滑らかにしてあげるといいかなと思います。壁材が9ミリや10ミリの場合はビス30ミリ前後、まあ、厚みの2倍ぐらいのものを使ってもらえればいいかなと思います。はい、天井ですね。天井が一番大変です。天井、石膏ボードも昨日もちょっとご説明したように結構な重量があるので、支えながらビスを打つのは結構大変なんですけれども、天井はね、大概今はこういうのが貼ってありますけれども、こういったものも下に一旦下地を行ってあります。で、下地もこういった棒の場合、これの、もありますし、ここは多分ね、板材みたいなのが貼ってあると思いますね。板材みたいなのを貼ってそれを下地にして、そこに向かって釘を打っていくというふうになっています。これ基本的には壁や床と同じようにですね、干して、まあ、下から上向けて打つのは結構ね大変なんですよね。で、しかも押さえてないと落ちてきちゃうので、誰かが押さえてて貼るようにしないと大変なので、これ一人でやるのは結構大変です。まあ、このぐらい の板であればね、これ30センチの60センチの45センチの90センチですかね、このぐらいのものであれば、まあ、抑えることができるけれども、石膏ボードを、その大きなものをサブ6番みたいなものを天井に貼ろうとすると一人では多分無理ですね。で、貼った上に断熱材を引いていきます。これも先ほどと同じように隙間がないように引くことがすごく大事です。まあ、もちろん厚ければ厚いほどいいですけれども、その厚みそのものよりも隙間なく詰めるってことを意識してもらうといいかなと思います。はいはい、ビスにもいろいろ規格がありますというふうに書いてありますけども、これまあコーススレッドっていう、まあ、普段DIY でよく使う、ビスの種類が書いてあります。長さが25mm、28mm、34mm、38mm、45mm、45mm といろいろ長さがあるので、まあ、適材適所、先ほどとお話したみたいに厚みの2倍とかそのぐらいのものを使うようにして、まあ、無駄がないように、それとあんまりごついビスを薄い材料に使うと逆にその材料の方が割れてしまったりということがあるので、まあ、ちょっと実際にとは言っても全部揃えるってわけにはいかないんで、用意されているものの中から一番適しているものを使っていってもらえばいいかなと思います。断熱材の話を少しすると、これまあグラスウールですね。これグラスウール天井裏にこう敷き並べてあります。で、断熱材は厚みが増せば増すほど性能が上がると。ジンバでは105ミリと105ミリ合わせて210ミリですねのグラスウールを天井裏に引いてあります。断熱材の種類もね、本当にいろいろあるんですけれども、グラスウールがまあコストパフォーマンスっていう意味では多分グラスウールが一番いいですね。お金が安くて断熱材はそれなりに上がると。ただ先ほどお話したように隙間なく詰めるっていう意味では結構、端っことかね、開けやすいので注意してもらえばと思います。あとジンバの方では吹き付け、現場で吹き付けて、まあウレタン、まあ、発泡スチロールみたいなものを現場で吹き付けて膨らまして施工するっていうものもやっています。で、それのいいのは隙間がなくなるってことですね。これはどうしても一番端っことか隙間空きがちになりますけれども、吹き付けであると気密も一緒に上がっていきます。隙間がないので、隙間がないことによって断熱性能
が上がるっていうことで、神馬では吹き付けの、現場発泡ウレタン、ウレタンフォームですねを使ったりしています。はい、これ長さの決め方ですね。で先ほどの話と同じでですね、あ、電話代はあ、こちらから来た方がいいと思う。そこ入れない。はい、長さを、表現するときに通常例えば455ピッチ、まあ、910の半分っていったときに、まばしらとまばしらの芯が455ミリになるようにします。そうしないと、ボードの端っこが合わなくなっちゃうので、まあ、通常は、ピッチを言うときには芯、材料の中心の長さを決めていくようにします。で、まあ、この内乗りっていう言い方をする場合は材料と材料の隙間の長さを表現するときには内乗りという言い方をします。で、分かりやすいのは、ここの柱の間隔ですけども、これも455ミリピッチになってます。で、ちょっとよく見てもらうとこの内乗りがここよりも多分小さいっていうのは分かると思うんですけども、で、これは芯で455で割ってあります。なのでここの柱の真ん中からボードを張り始めるとここの真ん中に来るようになります。そういうふうにしないとですね、ここの内乗りで決めていっちゃうとこの柱が太いのでこの間に隙間が空いてしまうようになるので、こういった真柱を設置するときにはここの材料の芯で455であれば455で位置を決めていくということになります。はい、まあね、言葉で言ってるとなんか難しそうですけどね、現場で見て少しずつ理解していってもらえればいいかなというふうに思います。はい、壁の施工は大体そんなところですけれども、またご質問があれば。はい、はい、初歩的なことなんで、よく通媒材っていうか通媒材って何ですか？通媒そう、すごい今更です、ね、はい、通媒材って言ってるのは建物の作り方には日本の在来工法、まあ、日本で昔からやっている軸組工法って言って、柱と梁でその建物の構造の枠組みを作っていくっていう、構造のフレームを作っていくっていうやり方があります。でそれが、数十年前にアメリカの方からですね、壁を作って、壁をなんていうんですかね、こう模型みたいにですね、壁をこう立てて作るっていうやり方が入ってきています。でそれは 2x4 工法って言っていて、2インチの4インチかなっていうその材料を使って壁を組み合わせて作るっていう建物の作り方があります。でその時に入ってきたのが通媒材って言われているもので、基準がその材料の寸法の基準が日本の今までの使っていた材料とはちょっと違うんですね。で通媒の通っていうのが、まあ2インチ5センチぐらいかなの、それがまあ大体基準になって、通媒4っていうと2インチの4インチ、通媒6っていうと2インチの6インチっていうような、なので、それ その名前で呼んでいる、あ、そうです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 ね、はい、その、2x4 工法で使う材料が、ホームセンターとかにも今結構たくさん入っています。外材で向こうの基準でその作った材料を輸入してやっていった、入れているようなものが 2x 材ですね。日本の場合はですね、材料はその寸法ではなくて、大体、どこの場所に使うかによって、先ほどちょっと大引きの話をしましたけど、大引きが90ミリ105ミリだったり、土台が120の120だったり、柱も100、そういったどっちかっていうとその使う位置によってある程度寸法が決まっていて、そういった寸法で呼び方はあんまりしないですけどね。まあでもまあ実際にはいろんな場所で DIY の場合は、例えば45ミリ角のもの、一寸五分角ですけども、材料っていうのは今も上で床の下地に根太で使ってますけれども、他にも別に違う場所で使ってもらってももちろんいいです。
まあ、日本的なその材料 の, その指定の仕方はそういう野地材だとか動物材だとかあのそういった呼び方である程度その地域で決まっている材料で呼ぶことが多いんですけど 2x4 はもう寸法だけであの呼んでいるものですね。まあ、材料の種類もついでに言うといろいろありますけどね。あのアメリカのやつで来ている 2x4 材って実際何の材料なのかいまいちよく分かんないのも多いです。ホームセンターとかに行くと最近 SPF っていう材っていうのがあるんですけどSPF って何かっていうとあの S っていうのがシダ P がパイン F がファーです。でファーっていうのはモミの木で P っていうのはパインで松の木で S っていうのがシダで杉の木なんです。で何か分かんないから SPF なんです。ああどれかだよみたいな。そうそうそう、なるほど。針葉樹材のことを SPF って言って、それ非常に安いです。DIY で作るあのウッドデッキとか作るときに SPF のそれを使うとめちゃめちゃ安く売ってるので、ただその針葉樹材でちょっと何かよくわからないけれども、あのそれほど丈夫じゃないですね。はい、そんな感じです。作業台のそれとかも 2x4 の。そうですそうです、ある金具。その通りですね。はい、で 2x4 っていうのは、はい、あの寸法が決まっているので、これ 2x4 の材料であればここにぴったり入るような金具を、まあ、向こうのアメリカの方ではこういうのを使って現場の、まあ、馬、これ総ホースっていうんですけれども、総ホースってのこ、総ってのこぎりのことで、ホースって馬です。あの日本でもこの現場で、作業する作業台のことを馬っていうんですけども、アメリカでもやっぱり馬っていうようですね。総ホースだから、こういうふうにあの標準化された 2x4 材っていうものを使って、こういった金物はね、もっといろんな種類のものがあります。だからこの材だけいっぱい用意しておいて、こういった金物を使っていろんな棚を作ったりすることもできます。ホームセンター行ってこういうのを見ると結構面白いですよ。なるほど、はい、分かった。もうでも覚えました。じゃこれが 2x4 ですね。そうですそうです、はい。今度言う 2x4 材ですね。すぐ言うから、すぐ覚え忘れちゃう。はい、一応今日の指南書のところはこんな感じです。まあこれで話聞いてから突然床や壁ができるようになるかっていうと、そういうわけではないとは思うんですけど、はい、現場で見てもらって、今日はまあ床もまだやらなきゃいけないところあるんですけども、せっかくなんで今日は2階は壁の方もちょっとやってみようと思っています。まあ大工さん作るときはね、やっぱきれいに作んなきゃいけないので、材料やなんかもその現場に合わせてやっぱ削って寸法をそのきちんと決めて使うことが多いですけども、 DIY の場合は買ってきたものをそのまま使うんで、多少こうデコボコしたりとか、こう段差が出たりとかいうのがあるとは思いますけど、それは気にしないです。はい、まあ、きれいに作ろうと思えば、日本大工さんやっぱり本当にずっとそのきれいに作るっていうことをやってきているので、そういった細かい寸法を気にしてきれいに収めてくれますけれどもね、 DIY の場合はそれを気にしなくていいので、手元にある材料をどういうふうに使うかっていうようなことで考えてもらえばいいかなと思います。はい、何か質問あれば。大丈夫ですか、大丈夫ですか。じゃあ、あとお願いします。あ、ちなみに、これ 2x4 でしょ。これ 2x 何？これ10 10 2x10。 はい、じゃあ、さっき壁とかも板を張ってその石膏ボードを貼る話をしてたと思うんですけど、石膏ボードの後は壁紙を貼るんですか？そうですね、はい。仕上げはいろいろです。仕上げはいろいろですけれども、これもさっきの話と同じで、どこまできれいにするかによってやり方はかなり違います。だから普通にやっているその工務店さんとかやる場合は、石膏ボードを貼った時には継ぎ目がまずあるし、それから釘を打ったりビスを打ったりした跡があるので、それが出ないようにパテで全部埋めます。でパテで埋めて滑らかにしたところにクロスを貼ったり塗装をしたりする。まあ、ちょっとねパテ塗りはジンバでもやってみたんですけど、結構うまくいかないんで最近あんまやってないですけどね、はい、結構難しいです。直接そのペンキ塗るのとクロス貼るのってどういうふうに使い分けるんですか？いや、それは
あのどっちでも大丈夫ですよ。はい、好みで大丈夫です。楽なのは天気の方が楽だと思いますけどね。ありがとうございます。はい、クロスもね、多分慣れれば楽なのかもしれないですけどね。今接着剤付き の, あのクロスとかもホームセンターで行けば売っているので、クロス屋さんは専用のクロスの裏に糊をつける、道具をみんな持っています。だからそういうのがあればあれいいかもしれないですけど、結構やっぱその曲がらないでまっすぐ貼ったりするのは難しいと思いますね。だからペンキの方が多分楽、 DIY ではペンキでやってる方がうちら圧倒的に多いだよね。あとペンキの場合は今例えばここのやつも一緒に塗っちゃえば同じ色になるし、はい、困った時の白ペンキっていう、はい、ね、でとりあえず普通の和室とかも全部白ペンキで塗ってしまえばかなり変わった感じはありますね。古いやつもそのなんとなく壁がくすんでたりするんですけども、それをただ白ペンキを塗るだけで、ああ DIY の場合はね、何かこうやった感が出ますね。クロスもね、面白いもの最近いっぱい出てるので、そういうのをスポット的に壁一面だけ貼ってみるとかね、小さい面積でね、そういうのはいいかなと思いますけどね。全面クロス貼るのは多分綺麗に貼るのは結構大変だと思います。はい、よろしいでしょうか。大丈夫かな。僕らも本当に、僕らも別に大工さんではないので綺麗にやるのは無理です。ひろさんのお父さん大工さん、うちの親父、うちはもともと大工のうちなので、はい、ですけどね。